一から学ぶ高校受験数学。今回は中2の第24回一次関数の変域問題、丸1をやっていきます。ということで、一次関数の変域についての問題。みんな変域って言葉を覚えてるかなうん。これって中学校1年生で習った比例反比例の時にも出てきたよね。ちょっと忘れてしまったという人もいると思うから、まずは変域って何なのっていうね、復習からやって、 その後、例題の問題考えていきたいと思います。ということで、変域とは復習です。変域っていうのは、x や y に当てはまる数字、x や y の値の範囲のことです。つまり、x や y に、いくつからいくつまで数字が入るかっていうものね。ということで、この範囲、これをどうやって表すかって言ったら、これは、不等号を使って表したんだよね。 いいでしょうかということで、例えば、X に当てはまる数字が、マイナス3から5までっていう場合、これどうやって表すかって言ったら、不等号を使って、マイナス3以上を5以下ということで、こんな風な不等号を使って表すんだったよね。覚えてるかなもちろん、一番 X に当てはまる数字、ちっちゃい最小の数字は左。そして、一番大きい数字は右に、こういう風うに書くんだよね。OK? 一番左が最小、一番右が最大の数を当てはめます。もちろん Y についても同じです。ということで、この変域の表し方、しっかりと思い出した上で、今回の01、02の問題考えてみよう。じゃあ行くよ。01。Y イコール X プラス3において、X の変域が1以上4以下の時の Y の変域を求めなさいという問題です。ということで、今回はね、 X に当てはまる数字が1から4だよっていうのが分かってるんだよね。で、その時、じゃあ Y に当てはまる数字って、いくつからいくつまでですかということです。いいかなということで、変域の問題が出てきたら、もちろん何を考えればいいかって言ったらね、さっきやったように、変域って、左に一番ちっちゃい数、右に一番大きい数を書けばいいんだから、そうです。最小の数と最大の数、これが分かればいいんだよね。ということで、 こういった変異域の問題、いきなりね、もう式からバババババッと計算ね、できる人もいると思うんだけど、これみんなに覚えておいてほしいのがね、変異域の問題っていろんな種類があります。で、どんな変異域の問題でもしっかりと正確に答えを出すためには、実はね、一つのあることを押さえとけばいいです。ということで、これがポイント。覚えましょう。ポイントです。変異域の問題が出てきたら、どうやって考えたらいいかって言ったら、これ実はね、 ざっくりしたグラフ。ざっくりしたグラフを書いて考えると、実は変域の問題ってどんな問題でも解くことができます。ちなみに、先生、ざっくりしたグラフって何ですかと言ったら、これって単純にね、例えば、傾きがプラスの数。ね、傾きが正の数のときは、当然グラフは 右肩上がり。そして、傾きがマイナスの場合は、そうだね。この場合は、右下がりのグラフになるよね。こんな風な、もう軸も書かずにね、X 軸とか Y 軸書かなくていいよ。こんな風に傾きがね、プラスなのかマイナスなのかってことでね、右上がりなのか左、えー、右下がりなのか、こういうね、今先生が赤色で書いたような、こういうグラフさえ書くだけで OK です。 ということで、今回の01の問題、早速やってみよう。じゃあ、まずは、今言ったようにね、ざっくりしたグラフ書いてください。今回、傾きはって言ったら、そうだね、傾き、ここ、x って書いてるから、1x のことだよね。つまり、当然傾きはプラスです。だからみんなが書くざっくりしたグラフは、右上がりのグラフをピッと。はい、こんな風に書いちゃえば、これで OK です。いいかなこんなざっくりしたグラフ、 これに、はい、わかるね。今回の変域、しっかりと書いていきましょう。いくよ。今回分かってたこと、X が1から4までだよ、ということだったよね。ということで、X が一番ちっちゃい数は1。じゃあみんな、今回のグラフで、X 座標が1のところって、当然これどこのとこだろう。そうだよね。このグラフで、X が一番ちっちゃいところっていうのは、そうです。当然。 よいしょ。左端の場所だよね。OK?X、OK、座標って左の方がちっちゃいもんね。ということで、ここの一番左の X 座標が1と、はい、わかるはずです。はい、こんな風にしっかりと書き込んでいってね。次、X が一番大きいときが4。4は、さあ、どこにあるって言ったら、当然、そう、X が一番大きいっていうのは一番右だよね。つまり、ここの X 座標が4だよ、ということです。 ここまでいいでしょうか。そしたら、今回がもと、今回ね、みんなが求めたい Y の変域器。一番ちっちゃいとき、一番大きいときはーって言ったら。そうだね。じゃあみんな、まず Y が一番ちっちゃいとき考えよう。Y が一番ちっちゃいところってこのグラフのどこって言ったら。そうです。Y 座標がちっちゃいって言ったら。そう、なるべく下の方だよね。つまり、このグラフで一番下なのはそうです。ここの場所だよね。 はい。ここが最小だよ、ということです。OK? そしてもちろん、Y が一番大きいときっていうのは、そうです。最大は一番高いところ、ここだよね。ここが最大の Y の場所です。いいでしょうかということでみんなはね、こことここの場所の Y の座標を出せばいいんだよね。もうこれって出すの簡単じゃないそうだよね。今回のグラフ、これ。 y イコール x プラス3でしょ例えば y が一番ちっちゃいとき、ここいくつなのって言ったら。うん。もちろん x が1のときのね、ここ場所だから。そうです。y イコール x パ、えー、x プラス3っていうこのグラフの x に1を当てはめたら y が出せるよね。はい。ということで、じゃあ計算してみるね。ここの数字。はい。y が一番ちっちゃい値、これいくつって言ったら。 x に1を当てはめてください。いくよ。y コール x プラス3の x に1を代入。はい、そうすると y コール1プラス3となるね。はい、つまり1プラス3計算して4となります。いいでしょうかということで最小の y は4。オッケー同じように y の最大のときも出せるよね。そうです。y が最大のときは X が今度は4の時です。OK? ということで、X のところに、はい、この式の X に4を代入してください。じゃあやっていくよ。Y イコール X プラス3。はい、今回の式の X に4を代入だね。OK? はい、代入。代入すると、Y イコール4プラス3となりますので、計算すると7となります。いいでしょうか ということで、Y の最大値は7。はい。ということで、最後。Y の変域はと言ったら、一番ちっちゃいのが4だったね。一番大きいのが7だから。はい。今回の Y の変域は4以上、7以下ということになります。いいでしょうかということでね、こんな風にざっくりしたグラフを書けば、変域の問題ってね、皆さん、みんな解くことができると思います。 でね、いや先生、グラフ書かずにいきなりね、もう X に1とか、X に4代入して計算したいという人もいる,いるかもしれませんが、もう一度言うけど、変異の問題っていろんなパターンがあるんだよね。でね、いろんなパターンの変異の問題、しっかりと解くためには、この基本のね、ざっくりしたグラフを書くってこと、ぜひこれをね、めんどくさがらずにやってください。いいかな。じゃあそしたら、例2の問題もやってみよう。例2、Y イコールマイナス 2X プラス1において、 X の変域がマイナス3以上2以下の時の Y の変域を求めなさいという問題です。はい。ということでね、今回も変域が書いてる問題だから、そう、まずはざっくりしたグラフを書きましょう。はい。ということで今回、傾きは、そうだね、傾きマイナス2。つまり、傾きマイナスだから、はい。書くグラフは右肩下がりです。はい。右下がりでピーっと線を書いてください。 かけたかなはい。じゃあそしたら、はい、このグラフに、X の変域マイナス3とかね、2っていうのを書き込んでいこうね。はい。じゃあいくよ。まずは、マイナス3。はい。ということで、X が一番ちっちゃいとき、当然このグラフのどこって言ったら、そうです。X が一番ちっちゃいって言ったら、一番左だから、ここの場所。ここが、X がマイナス3の場所だということです。そして、X が一番大きい2は、 そうです。一番右の、ここ。ここの X 座標が2ということです。書けたかなということは、今回みんなが求めたい Y の変域。一番ちっちゃいときと一番大きいときだよね。これってこのグラフのどこって言ったらそう。一番ちっちゃいときは、なるべく下の方だよね。Y 座標でちっちゃいって言ったら一番下。つまり、そう。このグラフで一番下。ここの場所だね。はい。ここが Y の最小になります。 もちろん、反対に最大はって言ったらそう、一番上、ここの場所だね。ここが最大の場所ということです。OK。はい、そしたら今回のグラフ、y コール、マイナス 2x プラス1だったね。はい、このグラフの、まず y の最初の時はって言ったらそうです。ここね、x が2の時だから、x に2を代入すればいいんだね。はい、ということで、じゃあ計算一緒にしていこう。 じゃあいくよ。y イコールマイナス 2x プラス1。これのまず、x が2のとき代入してみようね。はい、x が2のとき代入すると、y イコールマイナス2かけ2で、マイナス4。プラス1だね。計算すると、マイナス3となります。オッケーということで、はい、y の最小は、マイナス3だと分かりました。慣れてきたかな じゃあ、最後、最大の時も計算していこう。y イコールマイナス -2x プラス1の x に今度はマイナス -3 を入れるんだね。y イコールマイナス -2x プラス1。これの x に -3 を今度は代入してください。はい、代入すると、y イコールマイナス -2 かけマイナス -3 で、そう、6だね。プラス1。つまり6、6たす1で、 そう、7となるね。つまり、y の最大は7となります。いいでしょうかということで、今回求めたかった y の変域はって言ったら、そう、一番ちっちゃいの左。はい、これがマイナス3だね。一番大きいのは、そう、7だったね。だから今回の答え、マイナス3以上7以下となります。いいでしょうかということで、もう一回言うけど、この変域問題。 で、確率にどんな問題でも解くためには、ざっくりしたグラフ。これを書いてね、グラフに書き込んでいけば、絶対皆さんね、どんな問題でも解くことができます。次回ね、変域問題丸2っていうことで、応用問題やっていきますが、その時でもね、大事なポイントって実はここしかないんだよね。ざっくりしたグラフを書いて、しっかりね、グラフに書き込みながら解いていくってこと。このこと、しっかり押さえておいてください。 ということで、今回の授業は以上になります。今回もご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。えー、引き続き頑張って1時間数配信していきますので、これからもご視聴よろしくお願いいたします。ということで、次回の授業もぜひ見てください。次回の授業でまたお会いしましょう。さよなら。